はい、おはようございます。始まりました今日のワンコンテンツ。本日のゲームはこちら、コントラコナミ1988年2月9日発売のゲームということですね。まあおなじみのゲームですよね。もうコナミのアクションシューティング、ジャンプシューティングゲームみたいな感じの、難易度高いんだよなこれ一発食らったらアウトだもんね。ちょっとどうかな、一面クリアできたら偉いまあ今日のワンコンで1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうか、どんなシステムのゲームでしょうかとかお送りできればと思っておりますけどね。まあうまくいくやらどうやら。まあコントラはこれが初めてですけど、実は8月の1日だったっけ、あのスーパーコントラやりましたね。その時以来というか、まあファミコンではこのコントラとスーパーコントラしか出てないんですけど、どうだったっけ、スーファミコントラスピリ出てるんだったっけな、だっけ、スーファミ出てるのコントラスピリッツだけでしたっけ、もうちょいなんかあったっけな。はい、というわけでやっていきましょう。さあどうなることやら、音は出てるね。よし、いきますよ。これデモ画面とかあったっけな。コントラっていう意味がなんか、己の肉体一つで敵陣に侵入し、あ、これか、これ。なんか、あれ、あってね。熱い闘魂とゲリラ戦術の素質を持つ最強の闘士の呼称である。だってさ。だから、特殊エージェントみたいなことでね。あ、デモ画面始まりますよ。BGM いいんですよね。BGM をでも堪能する暇はないと思う。この小さい弾は避けないかんのよね、全部。でこの飛んでくる武器を装備してみたいなね、あんま見づれえなこれ。で橋が爆破したりするギミックもある。まあ別に落ちて死ぬはそうそうないんだったっけな。5、6年ぐらいのあの雪のステージがえぐかったイメージがある。まあそこまで今日は行きませんけどねよし、というわけで行きましょう。ビルとあと一人の名前何だったかな、忘れたな。よし行きましょう。ワンプレイヤー、ここでウェーブ下下左右をやれば確かね30キーになったはず。そんな裏技もあるはず。個人的にはその30期になる裏技使ってもギリですね。西暦2631年、ニュージーランド沖ガルガ諸島に謎の隕石が落下した。ほう。謎の隕石。なんだこれは？なんだこのマークは？それから2年後、ほう。人類滅亡を企むレッド・ファルコン。いい名前してんね。レッドファルコンと名乗る謎の侵略者がガルガ諸島を前線基地にしていることが判明した。ほう、要するにそいつらはぶっ飛ばせばいいんだな。あ、そして地球海兵隊司令部は海兵隊所属のコントラ、ビルとランスか、全然覚えてないに基地破壊の命令を下した。もうちょっとやり方あるんじゃないの。なんで2人に単身行かせんの。いや、ウィーンじゃなくてさ。全何面なんだっけな、6面ぐらいだっけね。3面の登っていくステージが割と楽しいけど難しい。無限湧きではないか。スクロールしたら敵が湧いてくるタイプか。だね。斜め打ちはね、歩きながらじゃないとできないっていうちょっと変わったし。M を取るとマシンガンです。R は何だっけ、多分ラピッドかな。そう、多分弾速が速くなるかな。ライフルかな、ラピッドかな。ここは爆破する、さっき見たさっき見たからといって回避できるとは限らない。危ない、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 危ない。ちょ待とうか、ちょっと待とうか。君たち。よし。危ねえ。 S、 あ、欲しい。ちょ待って、ジャンプ、あれ、ちょっと待って、あ、何、あ、ジャンプできないんだこれ。わー、取れない。 S が欲しい。こうやってスクロールバックできたっけ。ちょっと操作性が少し怪しい。うわ、嫌な高さにいるね、あいつ。音がいいよ、チュインチュインの音がいいよ。嫌な高さにいるね、ほんと。危なっ、マジ嫌な高さにいる。そして敵が無限湧きなのは嫌だ。キャー、ヤブス。よかった、上からか。上に行ければ、あとは。そっか、上に登ってからやればよかった。
で、ファイヤーショット、あ、これ範囲が広い、危ないな、範囲が広い分ちょっと敵に当てやすい、弾速がちょっと遅いけど、危ない、ちょっと待って、ちょっと待って、あと1機、ちょ、はい、クリアしました。あっと待って、ジャンプ力油断したね今の今のしょぼいやられ方したねあー、こんなもんですわ、私のテクニ腕は私の腕前はこんなもんですわはい、というわけでコントローラーでした。これってあれどうだったっけな、無制限だったっけ、これコンティニュー、コンティニュー制限あるんだったっけ、8回ぐらいどうだったっけね。まあ無限コンティニューだったらもう少し頑張れるけどね、ただ一面でもそのゲットする武器次第では十分やばい、強い、怖いってからね。まあ腕に覚えのある人は、まあこれコントローラーは現行機種でも遊べる手段があったんじゃないかなと思います。アーカイブというかコレクション版というかそういうのでなんかあったんじゃないかなと思いますけど、まあ各自気になった方お調べいただければと思います。はい、というわけで本日お送りしてきました今日のワンコンティニューはコントラというゲームでした。はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。